電気回路である。その原理により、機関型と視聴型に分類できる。電波の放射やデジタル回路における、クロックパルスが動作するときに、タイミングを取るための周期的な信号の発生が代表的な用途であるが、それ以外にも、電子回路の動作の基準となる重要な回路である。機関型は、増幅回路の出力の一部を入力に基幹させることにより、 規則的な電圧の変動を生じさせるもので、基本的には増幅回路の特殊例と言えるものである。増幅の作用を持つ三極間で最初は作られ、これができたので、高周波を扱う分野では、超高周波発電機が不要になった。機関型の例として、マイクにより得られた音声信号をアンプで増幅し、スピーカーから出力する際に起こるハウリングが挙げられる。 スピーカーからの出力が十分に大きい場合、マイクをスピーカーに近づけると、振幅の大きな規則的な電気信号が得られる。これはスピーカーからの出力の一部がマイクに帰還されたことにより生ずる現象である。この例からわかる通り、増幅を目的とした回路でも、帰還があると発信することがある。フィードバック回路が発信するためには帰還される。 信号の位相が入力と同じ位相であり、かつ帰還される信号が入力した信号よりも大きいは、電気的にはスイッチのオンオフのタイミングを制御することで断続した電気信号を生じさせるものである。増幅回路を持たないこともある。市長型の原理を説明するモデルとして、獅子おどしが挙げられる。竹筒に水を注いで行き、水が竹筒の内部に蓄えられる。 内部の水量がある、式位置を超えると、竹筒が倒れ、内部の水が空になり、同様の動作を繰り返す。これを電子回路に例え、竹筒をコンデンサ、水を電化、水量を電圧に置き換えると、電圧は周期的な変化をしていると言える。動作が持続するためには、竹筒を倒すタイミングの制御が重要である。 増幅回路の出力の一部を入力に帰還する際、その時間遅れを決めることにより、発信周波数が決定される。正規間である場合に発信する。用いる、受動素子により、いくつかの種類に分類できる。推奨振動子、セラミック発信子など、電圧を印加することで固有振動を起こす部品を、回路内に接続することにより、発信周波数を決めることができる。 特に水晶振動子を用いた回路は発信周波数の精度が非常に高い。回路内の接続の方法により次のように分類される。C と R で構成される RC 回路を用いて帰還するものである。制限波を発生する。L と C で構成される LC 回路を用いて帰還するものである。出力を逆位相で入力に帰還することから、 この名称がある。回路の一部に同調回路を設け、その電圧の一部を帰還するものである。マルチバイブレータと呼ばれる回路には、次の三種類がある。このうち、非安定マルチバイブレータが、発信回路として用いられる。二組の反転増幅回路の入力と出力を、それぞれ互い違いに接続した回路である。ノットやノアのような反転論理を奇数段用いて、 出力を入力へ、感情に接続することで、周期的な方形波が得られる。これをリングオシレーターあるいは、特に論理ゲートのみで構成されるものを、ロジカルオシレーターと呼ぶ。周波数は、R や C の負荷や論理段数の増減、バイアス電流の制御を行うことで決められる。実際の回路においては、他の発信回路に比べ、周波数の揺らぎや、 波形の時間的な揺らぎが大きいため、単に内蔵タイマーのクロックのような、用いられ方か、さもなくば、位相動機回路を加えることで、回路全体の基準クロックとして使用する。ノットゲートに、圧電素子や水晶を直列に挿入して、リング状に閉回路を作ると、強振周波数で強く発信する。この回路は、デジタル素子だけで高精度な周波数を得ることができる。 ことから非常に多様される。いわゆるクオーツの最小構成はこの回路から成り立つ。原理的にはデジタル素子は内在的にアナログ回路が存在し、デジタル素子はアナログ増幅器として作用する。共振周波数に近いスペクトラムが強く増幅される。ため、圧電素子や水晶の共振周波数に強く同調する。視聴型発信回路は、 電流のオンオフに対して、ある条件を与えることで、断続する、電気信号を作り出す回路である。最も簡単な条件に、ヒステリシス性がある。太は緩む、あは張ることで、それを交互に繰り返し発信する意味である。ネオン管は、放電が起きていない状態では抵抗値が高いが、一旦放電が起こると抵抗が低い状態になる、性質がある。 ネオン管に並列にキャパシタを接続し、高抵抗を通して高い直流電圧を加えると、キャパシタに電荷が蓄えられるため、次第に、ネオン管の端子電圧が高くなる。ネオン管が放電を起こす、式位置を超えると放電が起こって、キャパシタの電圧が、放電終了電圧より低くなるまで放電する。放電し終わると、またキャパシタに電荷が蓄えられる。 という動作を繰り返す。この時ネオン管の端子電圧は周期的に変化しているので発信出力を取り出すことができる。ネオン管の代わりに同等の作用を持つサイラトロンなどのガス放電管やウジェットやプットなどの半導体素子を用いるものもある。このための専用の IC もある。ネオン管発信回路と同様の原理を用い、 電波の送信を目的とし、各種の放電現象を利用したものとして、マルコーニの火花送信機がある。多くの場合、放電電極と並列に、LC の同調回路を接続したものとなっているが、その中でも、陽極に、銅、陰極に、ニッケルからなる電極を用い、炭化水素あるいは水素ガスを封入し、完全体に磁場をかけて、放電の安定化させた、 ガス放電管を用いるパウルゼンの個々発信回路がよく知られている。パウルゼンのアーク式高周波発生回路とも呼ばれる。NC 接点とコイルを直列につないだ回路電圧を印加するとコイルが冷樹して接点が吸引され電源から切り離される。すると磁力が弱まり接点は再び電源につながれ最初の状態に戻る。この回路は 発信が直接運動エネルギーとして取り出せることと構造が非常に単純なことから非常ベルやブザーなどに用いられる。この運動が接点がつくかつかないかのところで微小な振動をする状態に陥ったりせず十分な振幅を保つ理由は次のように説明される。コイルは電磁石であると同時にインダクタでもあるからインダクタンスを持っており 接点が繋がってから、電流が十分に流れるまでに時間的な遅れがある。さらに、磁気回路のヒステリシス性もさらに遅れる方向に、働く。従って接点が繋がっても、しばらくは吸引は始まらない。次に、接点が離れる時には、電流は、強制的に切られるが、磁気回路には、磁力が十分に弱まるまでの時間的な遅れがやはり、あるので、 電源が切れても接点はしばらく吸引されたままになる。またベルなどでは振動する。ハンマー自体の完成も影響する。小学校の理科で電磁石を扱うとき、この方式のベルが示されることがあったが、以上のような説明は小学校の理科では不可能なため、適当な説明がなされていた。ノーマルオープン接点とコイルを並列につないだ回路リレーのコイルに、 定格電流を流すと、コイルが0時して接点が吸引されてコイルは、短絡する。すると磁力が弱まり、接点は再び開き最初の状態に戻る。この回路は、短絡する回路であるため、電圧電源をそのままつなぐことはできない。しかし、リレーと負荷抵抗を直列につなぐことにより、発信機として機能する。この発信機は負荷と直列なため、 電源電圧はリレーと負荷に分圧される。従って、あらかじめ分をされる電圧に見合った、定格電圧のリレーを使用することが条件となる。さらに、接点が開いている時もコイル電流が負荷に流れる。ため、負荷の種類によっては、注意を要する。脳接点を用いたこの発信機は、接点に、自己誘導機電力を発生しないため、火花火が飛ばす。 特別な接点保護回路を必要としない。負荷に接点定格までの区形波電流を供給することが可能になる。実際の使用形態は、単極リレーよりもコイル電流のリークの影響をなくすため、2極に接点、または3極に接点のリレーを用いることになる。区形波の発信周波数は、個々のリレーの使用によって異なり、 リレー本体が大きくなるほど周波数は低くなるが、周波数の調整は基本的にはできない。単一で固定の発信源から、22の周波数、位相、波形をデジタル的に生成するための電子回路。タイマー用集積回路 NE555 を用いると、簡単に視聴型発信回路を構成できる。タイムアップ時に、コンデンサーの電荷を放電するように回路を、 構成すると、順次抵抗を経て、コンデンサーに充電し、一定の電荷に達するとタイマーはタイムアップしコンデンサーの電荷を放電する。この IC を使うことのメリットは、1Hz 以下の、消周期発信が実現できることである。ありがとうございます。